皆さんこんにちは、ギーガーのジュラシックワールドでようこそ。さあ今回ようやく来ましたね、こちら。はい、新たなハイブリッド種ということで、先日からシルエットでこの、バーナーに登場してたこいつですね、リトルナクスとグリプトドンですですね、融合して、グリトロナクスですね、グリトロナクス。いやー、これなんか恐竜と新生代の生物の、融合というのはもう初めてですよね。うん。で、グリプトドンってやつが、まあ、アルマジェロみたいなやつなんで、背中にね、なんか、こう、甲羅みたいな、なんか、なんだろう。まあ、そういうのをね、なんかガードをするようなやつをね、こう、覆ってますよね。はい。ということで、早速ね、作ってまいりました。こちら。あ、はい。いやー、これ、新鮮。かなり新鮮。恐竜がもうもろに、まあそういうアルマジロ系のね、なんか、皮というか、甲羅、甲殻をなんかまとってるっていう感じですよね。うん。普通じゃもうありえないっていう見た目ですね、もう、この恐竜は。はい。まあ、甲羅とかね、その辺考えると、ゴルゴスクスの三回進化なんかに近いのかなっていう感じもありますけどね。うん。でもこれはすごいめっちゃ新鮮ですね。色合い的にも。すごいアルマジェロ系が出てるっていうか。うん。はい。ということで、このなんだっけ。グリトロナクス。これ、ちょっとね、こいつね、本当に、新鮮すぎるんでね、見た目がね。これ見て。目のあたりとか、なんか、目、意外とパッチして可愛いな、みたいな。で、なんか、普通にこう、ちょっとこう、頭の首の後ろに、やっぱりリトルナクスのこう、面影が、ブワーっと毛が生えてた、あの面影が残ってますね。うん。で、あと背中とか、尻尾とかのトゲトゲは、グリプトドンの方ですね。うん。ということで、早速作っていきたいと思います。さあ、おぉ。ガツガツと食う。うん。本当になんか目がパチクリしてんな。すげえ目がパッチリしてて可愛いな、なんか。うん。いいっすね、いいっすね。おお。初めての恐竜と、新生代生物の融合ということでね。すごい。おお。まあ、とりあえず一回進化行ってみましょうか。なんかちょっと紫っぽくなって、顔のほっぺだたりが色合いがついたぐらいかな、色合いがちょっとついたみたいな感じですかね。ちなみにレジェンドのハイブリッドですね、こいつは。うん。おお、なんかすんげえ新鮮やな、やっぱ。おお結構一発目で結構変わってきたな。結構かっこいいな、これ。紫のラインが入った。しかも、甲羅かな、背中のやつもちょっとなんか、ブツブツの模様が入ったみたいな感じですね。おぉ、なんか早速いかついな。もともとが黒色っぽい主体してるからね、色が。まあ、かなりいかつい系ですね。黒色と紫っていう。おぉ、かっこいいかっこいい。ということで、全部や作っていきましょうか。うん。おっと、餌がなくなった。すぐに餌がなくなったね。この餌代がちょっとね、いつもちょっと、やばいんですよね。いつも一番、この餌で一番キャッシュ使うみたいな感じですよね。はい。よし。さあ、2ペア目の、グリトロナクス。なんか、名前もなんか、もう、新生代と恐竜の融合なんで、結構なんかもう、なんかもうほんと独特ですよね。グリトロナクスとか。ありえない。新生代の生物と恐竜、そう来たかっていう感じですよね、まさに。うん。その組み合わせはね、ほんとに誰も想像できなかったと思いますよ。なんか普通に、恐竜だったら恐竜と恐竜、新世代だったら新世代と新世代。それがまあ定番っていうか、それが当たり前だと思ってたんですけど。いや、まさか恐竜と新世代のね、融合が来るとは思えなかったですね。
さあ、結構時間かかってますね。これ一発成功ボタンいつ来るのかな。早くそうしないけどな。さあ、これ3ペア目かな。グリトロナクス。こいつは、すごいなんか、かっこよくなりそう。まあ、すでにかっこいいけどね。すでにかっこいいけどね。なんかもう、黒と紫。で、T-Rex 骨格で、甲羅をまとってるっていう。なんか、すげえね、独特、斬新で、めちゃかっこいいけどね、現に。さあ、4ペア目、完成。いやー、かっこいいね。リトロナクス好きって前、僕言ってましたけどね。あれは赤い毛がブワーっと生えてて、ワイルドファイヤーみたいな感じだけど、こっちではまあ、その毛の部分はちょこっと、こうあって、黒い毛ですね。黒い毛。かっこいいよね。さあ、というわけで、2回目か。2回進化。行ってみますか。なんか、肌が、あれかな。若干黒くなってんのかな、未進化よりかは。なんかさっき見たよりか黒っぽいような気がする。気のせいかな。はい。ということで、ピアノ打ち。はい。おお、さらになんか、青紫っぽくなったような、頬あたりが。この、模様がどうなったのか。さあ、どうなんだ？おっと、ここでレベルアップ。レベル75。はい。はいはい。さあ、そしてオファーが来るでしょう。はい。まだいいです。はい。あ、オファー来なかった。さあ、おお、かっこいい。これ何？体自体もなんかちょっと紫じみてきてる。って感じっすね。で、紫のラインは相変わらずあって、やっぱ体がね、体自体の色が変わってきてるって感じですね。甲羅もなんか、こうちょっと、紫じみているような感じになってきてますね。で、なんだろう、この尻尾のこの上のこうトゲトゲはちょっと、なんか色が明るくなってきてるような、そんな感じがしますね。この頭のところのこの甲羅とかも、なんか白い部分が明るくなってるような感じがするね。いやー、かっこいいな。こいつ、最初進化でどうなるんだろうか。さあ、じゃあ行ってみますか。やっぱこれと比べてだいぶ違うよね。こんな感じ。はい。さあ。2回進化の2体目。まあ、このゲームは本当に3回進化がね、見物なんでね。さあ、この新世代と恐竜という、すごい斬新な組み合わせのね、この恐竜、融合恐竜、ハイブリッド。こいつの3回進化なんで、どんな感じなんだっていう感じですよね。これどうなるんだろうって。ちょっとね、半分、このまま色だけ変わるのか、それとも、なんか、角、なんか、トゲとか、そういうのがボカーンと一気に入るやつのかっていう、ちょっと、すごい、なんか、期待がね、いろいろ考えちゃいますね、いろいろと。はい。ということで、おっと、餌が、餌すんげえ使うんだけど、餌めちゃくちゃ使うね。餌が、多分2000万、めちゃくちゃ使うね、これ。多分、合計で1億餌ぐらい使うパターンかな、こいつは。すでに88万餌とか言ってね。はい。で、こいつ。いやー、これでも十分かっこいいですけどね。さあ、これは処理済みです。行動19だっけ？なんかあれ処理してくれたんですね。はい。いやー、かっこいいっすね。さあ、3回進行。おー！
トゲが生えてるぞ、なんか明らかに、明らかにトゲが生えてる。そしてさらに、顔の、まあ、多分体全体かな、もうなんかかなり青紫っぽくなったような、で頭とかの甲羅とかもさらに白っぽくなったような感じに見えますね、これ見てると。で、顔の横にトゲトゲが見えますね。いやー、これはちょっと期待できるんじゃないかな。かっこよさ、かっこよさの評価レベルマックスみたいな感じ。さあどうなの、めっちゃ自画かのめっちゃじらすな、ここまで来て。さあそろす、あとこれマックスまでかかったタイプ、あのパターンかな、これ7回か8回ぐらい。さあ入れよう、3回進化のグリトラマックス。うわうわ何これ、うわめっちゃ変わったな、これこれは変わったな、化けたな、かっこいい。うわめっちゃかっこいいやん、これこれやばいな、これリトルナックスのあの逆バージョン、なんか要は色が逆、青紫っぽい毛になってなんかモサモサしてるし、でこの甲羅とかはより白くなって、でゴツゴツしてトゲが生えて、まあ、グリトロナックスの感じですよね。うん、で白いラインが入っているようにも見えますね、見方によっては。この甲羅と尻尾のところ、うん、いやーこれはかっこいいな、うん、これはちょっと本当にちょっとまあなんと言うんだろうか、新生代の生物と、最、まあ、最古の、まあ、T-Rex の祖先の融合って、こんな感じになるのかっていう感想かな、正直。うん、これはかっこいいわ。これはね、あの、ゴルゴスクスみたいな、その、鎧竜みたいな感じがしますよね、なんか。なんか新しい、本当に、新しくなんか融合された、そのハイブリッド種、最新のハイブリッド種みたいなね、まあ、実際そうなんだけどいやかっこいいな、これこれはちょっと来たな。トゲトゲがまあそこまで尖ってないっていうかでかくないけど、ちょこちょことつぶつぶと生えてますね、トゲがね。いやーこれかっこいいっすね、色合い的に自分的にかなり好みの色なんで、うん、いやーかっこいいな、これはこれは来たな。かっこよさマックスですね、これは。個人的に。うん。人によっては、この、甲羅が、いまいちかなって思う人もいるかもしれないですね。うん。T-Rex 系に甲羅はちょっと、みたいなね。でも、個人的には、やっぱゴルゴスクスの、ね、鎧竜のノリがあったんで、自分的には全然容認できますね、これは。好きですね。うん。やっぱ餌めっちゃ使うな。多分1億餌ぐらいかな。合計多分。さっきから2000万餌ってやってたけど、普通に1回で300万餌要求してくる。やばいわ。おー。かっこいいね。ほんとに。いやー、これは。さあ、やりました。最大レベル。レジェンドハイブリッド。新生代の生物と恐竜のリトロナックスの融合。グリトロナックス。いやー、これ参加者がこれめっちゃかっこいいな。これはやばい。これ本当にやばいな。これ、アークとかにいたらめちゃくちゃ強そう。めちゃくちゃ強いだろうな。はい。ということで、生体見てみようか。あ、その前に性能ね。性能はカードでまあ見たんですけど。体力が7400、まあ、7500ですね、約。アタックが2300ということで、第2世代のインドミナスレックスよりは、のちょっと上みたいな感じですね。第2世代のインドミナスレックスの上位互換みたいな感じですね。ぶっ飛んでめちゃくちゃ強いっていうわけではないですね。うん。肉食の恐竜で言えば、まだ、インドラプトルが一番最強の座のいますね。はい。なんで、こいつは最強ではないんだけども、なんかその、
まあ、一種の趣味枠みたいな感じですかね。うん。まあ、見た目がめっちゃかっこいいし、斬新なんでね。その上で、第2世代のインドミサミニズル X よりもちょいと強いというところで、普通に戦えるファイターなんでね。うん。これは作って損はないと思います。はい。生態。さあ、第1回目はこんな感じだったか。グリトロナックスの暗い色は夜の狩りに適している。なるほどね。夜の夜行に紛れるってことね。グリトロナックスは、流血攻撃を得意とするリトロナックスと攻撃的な性質を共有している。共有している。なんか、共存してるみたいな言い方やな。両方ともいますぜ、みたいな。うん。で、グリトロナックスの装甲は、力尽きた獲物に群がる他の、生物を追いやるに役立つ。なるほどね。これでバシバシと、どけどけてやるわけやね。なるほど。でグリトロナックスは獲物に対して、顎を使うことを、使うと、ともに体当たりをすることを確認されていると。なるほど。顎でなんかこう、バーンと顎落としみたいなね。そういう攻撃をするっていう恐竜もいますからね。それに加えて、この体当たり、これで体当たりされたらたまんないですよね、これ。この甲羅、アンキロサウルスのレベルの硬さですよね。こんなでっかかったらね、余裕で。これで体当たりとされたら、まあ、たまんないですよね。上からの攻撃も余裕で耐えれるみたいな、ね、感じですよね。ガードも完璧。で、攻撃も、まあ、攻防力とかもめっちゃ高いと思うんで、リトロナックスがメインなんで。うん。いやー、こいつは、来てますね。うん。これかなり来てるわ、こいつは。こいつはね、本当に、まあ、一番最初に出てきた融合、新世代の、新世代プラス恐竜のね、その融合、ありえない、融合の恐竜第1弾ということで、こいつは、ちょっと来ましたね。リトロナックスがまさかここで、ね、融合の素材になるとは思わなかったけど、いやー、これかっこいいわ。これ毛がね、ふさふさしてる感じも出てるし、リトロナックスとは逆の、青、紫。まあ、ちょっと暗いけど、青紫っぽい色しているし、で、甲羅が、まあ、グリプトドンの甲羅ですよね。うん。がバーってこうついてて、これ、ちょっとね、なかなか火の打ちどころがないというかね、この頭にも甲羅ついてるから、これ、ガード完璧でしょ、みたいな。ゴルゴサウスみたいな感じですよね。うん。いやー、かっこいいな、本当に。こいつは作ってよかった。なんで、これね、普通に、さっきも言いましたけど、ステータスも普通に、第2世代のインドメスレックスよりも高いんで、普通に戦える、余裕で戦えるレベルの強さなんで、かっこよさもマックス、レベルマックス。レベルっていうか、ね、かっこよさマックスなんで、個人的ですけどね。うん。なんで、こいつはぜひぜひ、皆さん作りましょう。はい。いやー、かっこいいっすね。なでなで。おう。弟子。おお。はい。ということで、まあ、今回はこのグリトロナックス、これレベル1からレベル40まで作ってみたという感じでございました。本当におすすめなので、ぜひ皆さん作ってみましょう。ということで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。